さん、はい、ジェイコムからお届け札幌人図鑑皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは俳優でアーティストの柴田智之さんです。よろしくお願いします。柴田智之です、はい、よろしくお願いします。月曜からご紹介してまいりました、はい、札幌演劇シーズン夏、7月16日から8月20日までですね、毎日お芝居が見られますよということで、今日はね、うん、今週はずっと月曜日からやってきたんですけれども、はい、柴田さん鳥ですからね、はい、5日目の今日は柴田さんをお迎えいたしました。その柴田さん の、 あの舞台のご紹介も含めてですね、はい、今日も柴田さんの人となりを根掘り葉掘り伺っていきたいと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いします。今日はこちらになります。じゃーん。17歳で臨死体験、サザエさんのうちみたいな稽古場老人ホームが舞台です。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、じゃあですね、あの、はい、柴田さんの、まあ、こういう舞台人になる、はい、きっかけのお話を伺っていきたいんですけれども、うんうん、子どもの頃はなんかご両親のお仕事の都合で転勤族でね、はい、割との真面目なお子さんだったそうでね。一応そのつもりなんですけどね、はい、小学生の時は、いろいろ挑戦したものを言ってみると、はい、最初はプールだったと思います。プール、空手、空手、野球、サッカー、一応書道やりました。お、うん、でも大体ダメでした。で中学校は剣道部を3年間やって、ね、で高校はボクシング部に入ってました。うん、結構激しいのやりました、ね、そういうのが好みだったようです ね、 あね体鍛えていたタイプだったんですけれども、はい、ね、うん、まあ本当に、うん、あの事件があるんですよね。事件ですね。17になる時だったんですけれども、うん、学校の帰りに、自転車に乗って、うん、いつも通ってる道を横に曲がると、うん、急に、まあ、真っ暗になりまして、はい、でこう、うん、何にも見えないんですけれども、はい、僕はあの家の前にいるんですよね。それは分かるんです。ただ、それはおかしなことなので、はい、うん、そうすると急に僕の、上も下もわからないのに上の方がピカッと光りまして、はい、そこから声がするんですよね。気持ち悪いじゃないですか。それで上をぐっと見上げるとそこに、なんか人の顔がいっぱい詰まってるんですよね。それがですね、だんだん僕の方に近づいてくるんですよ。とますます人の顔がはっきり見えて、いやーやだな、気持ち悪いなって思って、だんだんその光が僕の方に近づいてきて、はい、それが僕にぶつかったんですよね、うん、バシーンって言ったんですけど、うん、そうするとこう意識が急に戻って、うん、あのそう気がつくとあのベッドの上、いやいや、うん、アスファルトの上だったんです。アスファルト、気がつくとアスファルトの上だった、はい、自動車とあの正面衝突で交通事故だったんですね。そうなんです。つまり、うん、周りにあのいた方たちが僕に声をかけてくれてたんですね、うん、あのおーいって呼んでた、うん、その声がそのまま僕に聞こえてたということ で大丈夫か大丈夫かってあまり心配されるので、まあ、その時は大丈夫だと僕言ったんですね。で立ち上がろうとしてで立ち上がるとあの右腕で体をね、右利きなのでぐっと立とうとするとすごく痛みが走って、何かなと思って見るとこの腕の横から骨が飛び出してるんです。あれと思っておかしいな、はい、そうするとこうつまり体中痛くて、はい、制服がビリビリに破けてるようなんですね。でこうやって下の方を見るとこう足が裂けたんですけど、すっかり血のこう水たまりみたいになってて、うん、あもうこれはあやだなっていう、うん、なんじゃこりゃ状態ですよねつまりそうでしたね。ものすごいだから、うん、あの大きな事故だったということです。うん、頭蓋骨が、うん、まあ、骨折っていうか圧迫されて、うん、脳の膜がこれその時の怪我、まあ、そうですね、うん、そう結構こっからこうなってますけど、まあ、本当、うん、そうですね、大変でした。そうですね、よくご無事でこんなにいろんなことするようになっちゃって。そうなんですよね。
そうです。その後、まあ、開頭手術をして、うん、まあ、2ヶ月ぐらい、まあ、治療にかかって、うん、その後はあの体中いろいろ怪我してましたので、うん、まあ、リファビリと、まあ、骨をくっつけるための手術を何度も受けて、うん、まあ、大体半年ぐらいという、まあ、期間がありました、うん、そうなんですよ、うん、それが17歳の時だから、この臨死体験を本当にしたんですね、17歳で、うん、17歳で臨死体験した人ってどうなんだろう、その後の人生やっぱり変化しますか。あ、うん、一変、あの本当に人生が終わったような感じだったので、うん、あ、改めて、まあ、車椅子に乗ってまして、うん、でもうお医者さんに歩いてもいいよと言われて、うん、まあ、退院する直前なんですけど、うんうん、ちょっと何でもない病室の窓まで何歩か歩いて、うん、何でもない風景をこう見た時に、あのすごく感動しまして、はい、あ、僕はあの生きてると、うん、はい、あの言いたいことを言わなくちゃいけない、なるほど、おとなしい僕だったから、そうそう、うん、やりたいことをやらなくちゃいけないんだなと、うん、その時あの心身そう思いました。うん、それから、うんうん、まあ、つまり そもそも、まあ、関心があった美術の、はい、こう欲求だとか衝動みたいのがこう、はい、なんて言うんでしょう、爆発的にこう的に自分の部屋をまず、変な話ですよね、はい、絵を描きたくなって、絵を描きたくなって、まあ、最初は机をまず自分が父親からあの与えられた机をまず自分の作品に作り変えるってことからスタートして、まあ、だんだん広がっていったっていうか、そう、部屋を、うん、あの絵にしなくちゃいけなくなったんですね、もう欲求が抑えられないぐらいもそうわーっと湧いてきたらしいですよ。そうですね、うん、まあ、つまりですね、はい、両親がすごく厳しかったので、こう小さな頃のことを細かくよく覚えてるってことなんですよね。だからもう一度再スタートを切ろうっていう時に、うん、やっぱりそこだったってことだったと思うんですよ。そうなんですね。柴田さんを、うん、まあ、先ほど俳優アーティストっていうふうにご紹介しましたけれども、もともと体育会系だったこともあって、でこういう臨死体験もあって、絵も描く、音楽もやる、うん、ダンスもやる、うん、もう本当に自分のやりたいことやる、うん、言いたいこと言う、うん、っていうバーンと弾けた結果ですね、はい、あのそういうところ、うん、自分 の、あの、うん、才能がどんどんとあの開いていくという経験をいたします。ではそのあたり2つ目のキーワードで伺ってまいります。はいはい、2つ目のキーワードこちらです。じゃーん、サザエさんのお家みたいな稽古場、はい、ということで、まあ、あのお芝居との出会いですよ。お芝居とはどこで出会ったんですかね。そうですね、うん、お芝居との出会いは、はい、酪農学園大学というところに、勉強して進学しまして、はい、そこの、勧誘の、うん、舞台で、うん、演劇の、うん、はい、そこがまともに見たのが初めてだったかと思います。酪農、うん、学園大学ってあれでしょ、はい、演舞さんですね。あ、そうなんです。大学の、ね、はい、劇団になりまして、学生劇団 M さんっていうところの、まあ、勧誘を見たときに、うん、そうなんですよ。対して別に、なんか上手に何かをやったわけではなくて、やったことないと思うけど、そうなんです。まあまあ、そうに感じたんですね。そうなんです。いや正直言ってなんかあんまりなんか、そうですか、ただ一生懸命やればいいのかみたいな感じだったと思うんですけど、ただそれがすごく、うん、あのその時はあの、うん、すごい魅力だった。十分すごい映画見る人だったらしいんだけど、はいはい、やっぱり映画と違うっていう、こうちょっと感動が、はい、ありましたね、はい、それはもうすごく正直なことだったので、うんうん、それを体験入部みたいのをしに行きたいと思いまして、うん、まあ、そこに先ほど、書いていただいた文章にもありますけども、はい、まあ、その稽古場っていうのが稽古場があったんですね、はい、そのこれなんでサザエさん、ね、サザエさんのアニメの最後の歌のシーンのとこで、うんうんうん、なんだっけ、チャチャチャララチャ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 ラ、そうなんですよね。あのああいう感じで
稽古場が揺れてたんですよね。あ、面白いからちょっとキーワードにしてみました、ね、すごく本当によく覚えてるんですけど、まあ、大きな音楽が鳴っていて、うん、まあ、多分その部員が叫んでいて、うん、まあ、一生懸命踊ってたっていうことなんですけど、まあ、こんなになるか、そうなんですプレハブの2階でちょっと異常な感じだったんですけど、どうしてもそのドアを叩いてみたくて3日かかったんですけど、うん、3日ぐらいだったと思います。3日目ぐらいにようやく、どういう静かになったタイミングで叩いてたかどうなのか分かんないんですけど、誰か気がつくのをくれるのを待ってたのかもしれないし、ちょっとその辺定かじゃないですけど、まあ、とにかくそこが、そこで演劇をやってみようっていうのが初めてです ね、はい、こんなプレハブの2階でやってるお芝居なんだけれども、はい、うん、もうむしろ本当にどっぷりと使ってしまった、ね、お芝居面白かったんですって。そうなんですね、そうなんですよね。演劇しかまあやらなくなったので、学校時代はまあ2ヶ月ぐらいしか行かなかったというか、うん、あとはもうお芝居しかしなくなっちゃって、もうちょっと過激だった、過激すぎたのかなっていうのもあるんですけど、うん、もう朝から晩まであのお芝居のことを考えてましたので、まあ、こんなの勉強していられないなというふうなことがあって、で次の1年は休学して、はい、3年目に入ってもうこれいよいよ俺だあの学校じゃないなというふうに、はい、まあ、思いまして、うん、親不孝したんですけれども、まあ、あの両親にもうちょっと学校を辞めますと、うん、それでまあ、当然、うん、あの厳しい父さん母さんですので、分かったと、じゃあ出て行きなさいと、そういうね、当然そういう話になるかと思うんですけど、うん、分かりましたということで、うん、その後は働きながらアルバイトですね、しながら、お芝居を作るっていうのが、まあ、日常、まあ、常になったというような、まあ、流れですね。なるほど、なるほど、そんな中で長く舞台人もしながら、そしてあの、アルバイトもしながらっていうことなんですけれども、その演劇以外のお仕事のところでものすごくフィット感を感じたお仕事と出会います。そのあたり3つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、3つ目こちらです。じゃーん、老人ホームが舞台です。はい、ということで、あの今回の演劇シーズンではですね、柴田さんはことぶきでいいのか、はい、ことぶきです、ね、ことぶきという一人芝居をされます。はい、ことぶきというのはあの僕があの高齢者福祉で3年間、働いた時間の中での経験を、まあ、舞台の作品にまとめたっていうと、まあ、それを、参考にしてこう組み立てたという、内容になってますね。はい、構成としては、介護職員の、まあ、女性ということにしてるんですけども、まあ、いろいろ関わってきた入居者さんの中で、まあ、一番、はい、あの親しい関係を、取れた、それが、アルファベットで A 子さんと、A 子さん、はい、アルファベットの B で、B 二郎さんっていう、はい、あの方との交流を、まあ、見とるところまでのお芝居30分に、仕立ててあります。で残りの、30分がそれを今度、B 二郎さんっていう方が、亡くなって、今度はどこへ行くんだろうっていうことを、つまり死後の世界のようなものを、追体験するような、その特にこうですよっていうはっきりとしたあの説明を入れないダンスの作品としてまとめてあるというような、で大体1時間10分ぐらいのなんか作品ということですね。あれですね、初めて見た人はだから前半と後半と本当にガラッと違うからちょっとびっくりするかもしれない。そういうことですね。今回はですね、あのその間に休憩を今まで挟んでたんですけども、はい、休憩を取り除いて、はい、こうもっと自然な流れで転換しようっていうことになってるので、なんか、まあ、その辺もちょっと何度も再演してますので、はい、まあ、今まで見てくれてた人たちにちょっと、まあ、一つの見せ場として何か、考えたいなというふうに思ってました。はい、前半 の、 そのセリフのやり取りとか、そういうことをちょっと材料にイメージして、それを覚えておいてイメージして、で見るといいですか。そうですね、当然そういうふうに、
見ざるを得なくなるようなことになると思います、はい。8月13日から20日まで、会場はシアターズーですね、中島公園のところの劇場になりますけれども、はい、ぜひお越しいただきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。このお芝居というのが、今お仕事と福祉関係のお仕事もされていて、はいはい、だからすごくその、まあ、作演出になるわけですけど、本も実際にあったことがすごくオマージュされてるという、うん、そういう部分が強いみたいでね、うんうん、そうですね、はい、人の最後に関わるっていうことが、まあ、僕自身ちょっとまあ自分で言うのもなんですけど、まあ、ナイーブといえばナイーブで、つまりよく覚えているんですよねそのお亡くなりになられた人たちのことを細かく、つまりそういうことをまあ取りまとめてますね。そのつまり お別れをしたんだけれども、うん、どうやらなんて言ったんでしょう、より生きてるように感じるっていう不思議な、一人ずつその、ありがとうというか、そういうあの気持ちを込めて、はい、やらせていただいてるっていうような、そういう気持ちですね。それがないと成り立たないのかなと、それはこちら の, パンフレットっていうかチラシ、はい、フライヤーの方にも書かせてもらってるんですけど、はい、僕の、一言として、つまり、まあ、感謝ですね。それで寿ですか。そうですそうです、はい、一人ずつすごく大きなものをいただいてきたので、はい、まあ、それについて本当にありがとうというか、そういう気持ちですね、作演出でもあり、でダンスもあり、そしてその、まあ、絵も描かれるんですけれども、そのアート作品であるこのお面がそうなんですね、これね、お面のように見えるけど人形なんですよ。お人形なのね。そうなんです、はい、面をまあのみで彫りまして、はい、それをくっつけたらこう人形なんです、はい、そうなんですか。100センチぐらいになると思うんですけど。あ、結構大きいな。そうですそうです、はい、さあ、これからという部分で、ちょっと最後にちらっとね、はい、お子様がいらっしゃるんですよ、はい、ね、やっぱりこうご結婚されたり、お子さんができたりすると、PC 体験してバーッとこう箱がバーッと開いてしまったオイラも、やっぱりちょっといろいろまた違った世界が見えるんじゃないですか。そうですね、まあ、絵本をつまりすごくたくさん読むんですけども、そう、ね、子供できるとね、そうなんですよね、それを読むと、まあ、新しくこの親になった立場で読む時の本の解釈というのがあって、つまり今これから作りたいなっていうふうに実際今もう取り組み始めてるんですけども、はい、大人が見てこう深くて、大人が見て深くて、子供が見て楽しめるもの、子供が見て楽しめる、つまり絵本をまあ劇化していくっていうことはすごく面白いことだなというふうに今思ってますね、はい、なるほど。柴田さんがね、どんな作品を作られるのか、今の話伺うと本当ますます楽しみですけれども、今年はなんかこの後また海外のお話もあるみたいで、はいはい、とですね、11月に庄司康史というダンサーと、柴田智之の僕でユニットを組んでます、はい、鳥坊主という、ユニットの、ジロと待ってるという、まあ、僕が作演出させてもらってます作品で、公演を打つことになってます、はいはいはい、海外まで行くんですね。そうなりますね、はい、頑張ってくださいね、はい、そしてまたね、寿をね、全国にこうずっとツアーするっていうこともしたいんです。ああ、ね、そうなんですよね、できれば、はい、今のところ江別、札幌、函館、青森と行けたんですけども、はい、まあ、そこから先まだ南下できてなくて、まあだんだんおいおいね、そういうことですね、だんだんおいおいなんかしていくと、はい、いう感じでございますので、はい、まずは札幌の皆さんには特に寿をね、今回ぜひ札幌演劇シーズンでご覧いただければと思います。はい、チェックしてください、はいはい、ということで札幌演劇シーズン、2016夏、7月16日から8月20日までということで、ぜひ、演劇をチェックしていただければと思います。今日のゲストは俳優でアーティストの柴田智之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。